子供たち、なんて元気なんだよ。市川團十郎白猿。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが1月3日自身のブログを更新、朝から家族で過ごす模様を綴った。少し遠くへ、温泉入りたくて少し遠くへ行ってきます。箱根駅伝見ます。殺しですね、これ。温泉へ、そこのテレビで見て、駒沢大学1位、青学が順位を落としてますね。何事も諦めない気持ちですね。癒し時間、さあ朝コーヒー飲みながら家帰ろう。ぼちぼち起きてると思うなり。子供たち起きてますかね。朝ごはんいただきます。レカちゃん大好きなフライドポテト食べて公園へ、鬼ごっこらしいです。まあマジか、お父さん大変です。元気が有り余ってるのね。走り回る元気が有り回ってる。レイカちゃんすごい、ブランコ90度漕ぎですね。帰宅して私発声練習しながら箱根駅伝見よう、興味津々に見てます。なんか寝てますね。私は9区での青学の快進撃に胸打たれてます。還元駒沢応援してます。レイカの元気、公園行こうと行ってきます。レイカちゃんすごいアクティブ。この投稿にファンの方からは、小学生の体力は無尽蔵です、全部ついていこうとするとオーバーワークになりかねないけど團十郎さんなら大丈夫か、ブランコの勢いがすごくてびっくり、その若さが欲しい。本当ですね。朝の公園でレイカお姉ちゃんは空中芸、勢い良いでね、笑い、というふうに多くのコメントが寄せられていました。今日も多くの方々が幸せで愛を感じ楽しめる最高の一日でありますように。市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画を最後までご覧いただき心より感謝します。下手な動画ですが下手なりに心を込めて一本一本動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。私もどうぞよろしくお願いいたします。